です。今私は羽田空港に来てます。今日は羽田から大阪に行きます。今日はですね、これから大阪の伊丹空港に行って、まず京都に行って、その後大阪に戻ってっていう流れです。久しぶりに羽田空港に来たんですけど、結構思いのほか人が結構いて、ちょっとびっくり。それでは搭乗までちょっと待ちたいと思います。僕はですね、今ただいま伊丹空港に来てます。伊丹です。朝早い、でも眠い。それでは早速今からバスで京都駅まで行ってきます。今からバスの切符を買ってバスに乗ります。はい、今バスに乗ってとりあえず京都駅を目指してます。まず京都ではあの酒ばんびっていうお店に行きます。で、その後に大阪に移動して、最近どうやら新しくゲイフレンドリーなスペースができたみたいで、確かスタジオインパクトっていう名前のところなんですけど、あの大阪の新世界っていうところに新しくできたみたいなんで、今日は大阪に行ったらそこに取材しに行こうと思っています。大阪に来るのすごい久しぶりだな。もう2年ぶりぐらいですかね。そう、とりあえず今バスに乗ってるんですけど、伊丹空港からだいたい京都駅まで、50分ぐらいかかるみたいです。やっぱバスって楽でいいわ。結構バス好きなんですよね。乗ってるだけでいいから。京都に着きました。京都タワーです。パンピーに向かいたいと思います。にしても、はい、酒バンピーお店のビルに着きました。すごい雨、今日めっちゃ雨ちょっと待ってね。はい、着きました、酒バンピーです。はい、早速ちょっとお店の中に行ってみようと思います。お店がこのビルの2階なので、階段を上がってきます。階段を登って、つらい、階段つらい。したらお店が2階です。あ、のれんが出てますね。酒バンピーです。おしゃれのれん、はい、では早速入ってみようと思います。したこんにちは。お久しぶりです。新田さん、初酒バンピー来ました。新田さんです。酒バンピーってあれですか、その日本酒がメインって感じですか。そう、はい、今ちょっと、はい、昨日飲み尽くして結構減っちゃったんだけど、はい、ここにある日本酒っていうのを、はいはいはい、定額で好きに飲み比べをしてもらえる。もう自分でこの冷蔵庫に入れてもらって、はい、あ、自分で出せるんですね。そうそうそう。で、あのこのチョコにちょっと自分の好きな量だけこうついて、はい、飲んでみるみたいな。なんかこういろんな味の幅だったりとか、はい、好きなやつを見つけてみたりとかいうのをして、まあ、新しい日本酒と出会ってもらったらいいかな。なるほど、うん、めっちゃ種類ありますね。カウンターの方にもありますもんね。あちこちだから、あとここはちょっと今ね、あのだいぶ本数減らしてるんですけど、はいはいはい、コロナ前とかは、大体30種類ぐらいがあって、ここ、あのこちらの白い冷蔵庫は1杯だけ飲んでくださいっていうやつ。あー、なるほど。あの、まあ、ちょっと今これ気が合っちゃったけど、はい、重要なりとか広くとか出てきた、そういう手に入りにくいようなやつも1杯だけは料金に含まれますよっていう。あ、そうなんですね、はい、なるほど。でやっております。すごいでっかいバンピーキャラクターですか。そう、これがバンピーくん、バンピーくんの
もともと新宿でやったお店がバンクっていうお店で、はい、そのまあさらにその前に作ったキャラクターの着ぐるみの頭の毛、はい、めっちゃでかいですね。移動新キャラクターなので、はい、その移動新するには頭が実現できる。なるほど。お店めっちゃおしゃれですね。ありがとう。超おしゃれです。店席がここテーブルですね。テーブル今はちょっとあのテーブル席も減らして、はい、カウンターとテーブル。ここがカウンターですね。これ流しそうめんやってるんですね。やってるよ。ほんとだ、すげえ。そう、常設で夏の間はいつも2人以上来てくれればっていう感じで、はい、あ、そうなんですね。じゃあ、あ、そっか、夏限定ですもんね。今水、あーあーすごっ、すごい、ちゃんと流れてる。そしてぐるーっと回ってたあんまり裏は見せるだけで流しで通ってくるっていう。なるほど。いや、素晴らしいですね。昨日も鍋そうめん。あ、そうなんですか、うん、すごい。コロナ始まって、はい、お酒終わっている時に2年前の夏なんてもうほぼ流しそうめん専門店。そうだったんですね。これが、はい、これがですね、はい、あの地雷屋さん、ご存知かもしれないですけど、地雷屋さんが書いた、岩手の蘇民祭っていうあのお祭りの日本酒を作りたいっていうことを、あの岩手の蘇民祭に参加をしている、酒蔵の人から、言われて、ぜひ地雷屋さんを紹介してくださいと言われ、すごい。やつで2種類、2つの蔵から出ていて、はい、どちらもその、2人ご一緒にあの蘇民祭に参加している蔵元さんなんですけど、そこ の, その蘇民祭の中で、まあ、いくつかある、まあ、クライマックスかな、うんうん、こっちはあのこれで日滝のぼりっていう、うん、参加したことないのだろう。薄い説明やね、滝登りっていう。滝登り、多分下で火とか焚いて、櫓、あ、これです、ね、キャンプ場みたいな感じで、この木の上にほうほうほうふんどしのところにいるなっていう。また調べてくる。そしてこちらはその、まあ、その蘇民袋っていうものを、ここにちょっと書いてある、こういう蘇民袋っていうものをみんなで争奪して、はい、その中に入っているこの木の枯れ枝があって、もうもみくちゃになってもう、はい、争奪する。まずは蘇民袋争奪戦っていうタイトルなんですね。なるほど。この2種類のが、発売されました。もう超地雷屋さんの絵ですね、これ。そうです。この後ろ、はい、あと皆さん、ね、あ、本当だ。初めて、本当だ、すごい。日本酒の裏ラベルでスペシャルサンクスとか言ってすごい。本 CD みたいな。まあ、うちのお店にそのジュライさんにオープンの時にあの書いていただいたこのオリジナル。あ、本当だ。あ、これはレアですね。超レアですね、これ。こう、これを買っていくっていう海外のお客さんが、はい、あ、これ買えるんですか、購入できるんですか。あ、本当だ、購入できるそうです。そうですね、なんか1000円でなんですけど、結構多いと、6つぐらい買って帰ったりとか、お土産に。いや、これは確かに欲しいですよね。せっかく日本に来たら。あ、そうだ、あれですよね、移転されるんですよね、さん。そうなんです、ここね、全然まだ綺麗だし、はい、いや、めちゃめちゃ綺麗だし、おしゃれですよ。だけどここ、はい、飲み屋ビルというか、はい、その飲み屋街の、ビル、雑居ビルの2階なので、はい、ちょっとお昼間をなんか使いたいなと思うときに、ちょっとなんかこう使いづらいというのは夜しかない。なるほど。京都の夜、あの遅くまでやってるお店じゃないので、あ、そうなんですね。そうですね、あの、大体12時ぐらいまでで、あ、そうなんですね。出勤も早いので、その数時間だけでっていうのはもったいないなと思って、確かに。お昼もこう、あの、なんかいろんなことできるような
場所で夜も使えて、かつ1階路面っていうお店、ここから歩いて10分ぐらいの方に移転しようと思っています。なるほど。でもいいですね、近いし、10分ぐらいだったら。そうですね、そうそうそう、近いです、いいですね。いやいやいや、あの、あれですね、さっきあの教えてくれたトイレ、トイレ、トイレのそうです、なかなかトイレを紹介するってないですよ。ちょっとトイレ、あの、噂のトイレを。これすごくないですか、この、これ全部書いてるんですもんね。そうそう、あの、黒漆喰を塗った上に、いやー、おしゃれ、手書きでフリーハンドで波うさぎ、はい、波うさぎと、あと月が、あの、ここにあるっていう、あれですね、そういう、これ、これ書いて、これ持ってけないですもんね、新鮮な。もったいない、もったいないそこなんで扉の上に書いてるんですね、ほんとだこれは惜しいですね、もったいないんだよね、一緒トイレまで映んなきゃ綺麗な、おしゃれなトイレでしたおでも結構あれですか、海外の方とか、喜んだりします、このトイレとか。なんかね、Google のレビューで、はい、京都で一番綺麗なトイレって書いてあるんじゃないですか素晴らしい、お店もいいけどみたいな、素晴らしい、ついでですか店は料金体系って、うん、飲み放題でしたっけ、飲み放題、ね、今基本は、はい、3300円、3000円、そこで、はい、で、2時間の間で、うん、月に飲み比べをしてもらえる、なんか100分ぐらい経った時にそろそろ時間ですよってOkay, I was given a special sake from the store to drink. It's nice to be able to grab your favorite sake from the fridge yourself and drink as much as you want. 三重の、あ、三重なんですね。そうそうそう。ちょっと、いっぱいいただいていいですか？どうぞどうぞ。消毒をして。はい。自分で告げるってのはいいですよね。そうね、なんかちょっとだけついでみて、美味しかったらもっとなみなみと継ぐとか、どちらかというと飲み放題というよりも、こう飲み比べ放題っていう感じで、種類をいろいろ楽しんでほしいなっていうね、量というよりも、なので一つ一つのグラスもちょっとそんな大きくない、小さめのにしていて、好きでしょうか。いただきます。どうぞ。あ、飲みやすいですね、これ。いつも海外のお客さんとかでどれかわからないって選んでって言われた時に、まず最初にこれを飲んでもらって、大概これがね NG な人は少ないなと思って、その後はこれよりもこれが好きだったっていうのはあるけど、Okay, this time we visited Sake Bumpy, a queer people-friendly sake specialty store in Kyoto. The restaurant will be moving, but we are sure it will be even nicer. If you come to Kyoto, try to visit here. Delicious sake awaits you. Okay, how was this video? I'll continue to provide useful information for LGBTQ+ people, so please subscribe to my channel if you like it. Also, I'd appreciate it if you could give me a like. Okay, see you in the next video. Bye!